ちゃん、コインが10枚切ってるってことは、以後誰かが掛け金のマックス10枚をかけたら自動的に降りるということになっちゃうけど、つまり圭一さんがどう強気に出ようとも力技でねじ伏せてしまえるということですわね。圭一、今日の罰ゲームは素敵な衣装にお着替えで村中を大行進なのですよ。だからきっと圭一はスクール水着にガーターベルトにコルセットでメイドさんな格好までさせられて、ビンゴ、7の3カードとジョーカー、つまり4カードだ。村中を練り歩かされて赤面もじもじ前かがみに違いないのですよ、ニパー。レナ、とりあえずさっき取られた分10枚くらい貸してくれると。貸さないよ。勝負は非常なんだよ。くそー、ここからひっくり返してこそ真の部活メンバー。分かってるじゃない。でもどうするつもり？俺は10枚に足りない分コイン以外のものをかけようと思う。どうだ、受けてくれるか？そう来ると思ってたよ。んで、ケイちゃんは足りない分何をかけてくれるのかな？俺がお前らの望むスクミズにガーターベルトにミニスカメイドになってお持ち帰りされてたな。耳掃除なんかしてあげちゃうな。どうだ？気に入ったよ、ケイちゃん。足りない分は体をかけようという度胸、気に入った。なぜかミーのお顔が真っ赤っかなのです。きっとミーのお部屋でメイドケイチと二人きり膝枕をしたり照れたりでキャッキャンなのですよ。最高。そんな想像してないよ。私は部長としてね、この勝負を純粋に楽しんでるだけだよ。はぁ、ケイチ君をお持ち帰りできるならレナも負けない。